ちょっとね、正月後でね、やっぱり柿の天ぷら美味しい。ヒラメ、ここのヒラメね、美味しいですよ。あのね、やっぱ新鮮なのギシギシしてね。はい、山寺です。今日はですね、大沢さん、大沢さんに行くんですけども、ホワイト梅田に来ております。ホワイト梅田の、ね、地下街に大沢さんというね、居酒屋さんがありますね。今日はちょっと大沢さんで飲んでみたいと思います。今から行きますわ。はい、今日はですね、ホワイト梅田の中にある、居酒屋の大沢さんに来ました。はい、まずはですね、プレーンチューハイですね、こちらで乾杯したいと思いますので、ちょっと飲んじゃいましたけどね。お疲れ様です。美味しい。なんかね、まだ朝のね10時過ぎなんですけどね、お客さんでいっぱいですわ。うん、なんか知らんけどね、びっくりしますわ。で、今日はあれですよ、ヒラメの刺身と、あと麻婆茄子でレンコンチップかな、それにちょっと注文してみました。どんなんが来るか楽しみですよ。はい、こちらですね、ヒラメのお刺身です。なんか縁側もついてますわ。縁側もね、なんか縁側もついてて美味しそうやで、なんかテンション上がりますね。縁側好きなんでね、山寺。ちょっとまずはね、このヒラメの身のとこから食べたいと思いますよ。こちらですね。あ、美味しい。うん、あの新鮮ですわ。身がね締まってるというか、ギシギシしてね、美味しいわ。わさびがまたよう効きます。はい、こちらですね、天ぷらですね。なんかね、いろんな天ぷらがあるの。これ何やろね、ちょっといただいてみますわ。あ、柿の天ぷら美味しい。めっちゃ美味しいわ、プリプリの牡蠣。うん、先ほどのやつね、牡蠣の三色揚げですわ。でね、次食べるのがね、三色揚げの今度カレー味、カレー味の牡蠣、これいただきますわ。カレーのね風味で美味しいわ。うん、お酒に合いますよ。はい、こちらレンコンチップ注文いたしましたね。レンコンチップ、レンコンチップめちゃくちゃ量多いよ。、うん、ほんまにこれあれやな、あのチップやから量も多いですね。次このね、ヒラメの縁側ですわ。縁側好きなんでね、ちょっとすごい楽しみ。ちょっと醤油つけすぎましたけどね。おいしい。あの、この油がねいい感じですわ。ほどよい甘みと言いますか、うまみ。お酒が進みますわ、本当に。
で、レンコンチップもね、これ美味しい。ほんまにね、あのポテトチップスみたいな食感でパリッパリ。うん。うまい。ここはね、なんかタバコが吸えるみたいですが、何気なく灰皿置いてね行かれたんですけども、僕はタバコ吸いませんのでね、吸わへんから、吸わへんのにタバコあの灰皿置いていたという、ね、まあ、そんな感じで。ちょっとチューハイおかわりしましょう。ここのヒラメね、美味しいですよ。あのね、やっぱ新鮮なんや、ギシギシしてね。これは何でここに行ったの？美味しい。もうね、2杯目になりますよ。わさびがね、よう効いてますわ。ちょっとわさびつけすぎたぐらいですけどね、うん、まあ刺身はね、わさびね効かすと美味しいですもんね、うん、ホワイト夢団の中にね、朝の10時から開いてね、飲めるとこがあるってね、あのしかも座って飲めるからいいですよ。まあ、立ち飲み屋さんはね結構あるんですよね、これホワイト夢団の中、だいたい10時ぐらいになったらね結構開いてるんですけども、これでね座って飲めるね居酒屋さんいいですよね、うん、だいたいね普通11時ぐらいからって思ったんですけどね、座れるところはね、大沢さんは10時から開いてるんで、ほんまに、うん、いいです、嬉しいですよ、うん、いい感じでね酔っ払ってきてますけど、まあ2杯しか飲んでないからね、酔うてもまだ。これレンコンチップ、最後のね、一切れのお刺身はもうね、妻も全部食べてしまうんですよね。これで、ね、一気にガサッとこんな感じで。うん、お店ねオープンしてからもう30分経ちますけども、ほぼ満席ですね。はい、今ですね大沢さんで飲んできました、ここね刺身美味しかったですわ、本当に、うん、なんか新鮮でね美味しかった、ヒラメですかね、ヒラメのお刺身ねすごく美味しかったです、まあ、他も美味しかったですけどね。ということで、いつも山寺の YouTube を見ていただいているリスナーの方が本当にありがとうございます。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。では、ね。